こんにちは、豊中市長の長内です。日頃は新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただきありがとうございます。感染を予防するため、外出を控えたり、運動不足になったり、人との関わりが減ったりすることにより、心身の働きが弱ること、いわゆるフレイルの進行が高齢者に限らず、全世代で懸念されています。今回は、ご自身でフレイルになっていないか確認するためのフレイルチェックシートについてご紹介します。フレイルチェックシート、どんなもんなんでしょうか。担当のコロナ健康支援課、浜田さん、玉木さん、よろしくお願いします。はい、これがフレイルチェックシートです。フレイル予防に大切な要素、つながり、運動、食事、などに関係する25個の項目をまずはご自身でチェック。例えばつながり、友人の家を訪ねていますか。運動では15分くらい続けて歩いていますか。食事では6ヶ月間で 2,3 キロ以上の体重減少がありましたか、などです。シートの下側には結果を受けてのフレイルの評価、右側にはアドバイスなどが見られるものとなっています。コロナ禍では高齢者だけでなく、あらゆる年代でフレイルが進行することがあります。このチェックシートをコロナに負けない体づくりにぜひお役立てください。ご覧いただいたように、チェックシートの内容はとても簡単なものになっています。ぜひご自身でもご確認いただくとともに、ご家族や職場の同僚にも呼びかけて、一緒に予防して元気いっぱいの豊中市にしていきましょう。広報豊中市7月号と一緒にチェックシートが載っているフレイルパンフレットを皆さんに送付しています。またこの動画の概要欄にチェックシートやフレイル予防に関する動画などの URL を掲載していますので、ぜひご覧ください。